皆さんこんにちは、よしおまるでございます。2020年の8月の3日月曜日です。公式ツイッターより少し早めにねお知らせ上がりました。ゴジラ大決戦ということで、まあ、予測不能は間違いなかったですね。僕もゴジラが来るとは思ってませんでした。まあただそのドラクエじゃない他のコラボレーション、そして今のこの、まあ、ドラクエの星ドラのね、現状を考えると、まあ、かなり踏み込んだところには行くんだろうなとは思ってましたが、まさかそれがゴジラとはという感じですね。はい。で、どうですかね。ここからはちょっと本当に予想の雑談しかできないんですけれども、まあ、今ツイッター上で、これもう一度見る。これタップして、一応動画だけ流しておきますけれども、すでに、公式ツイッターじゃない、公式 YouTube か、の方にも、動画は上がっております。なんか外国の方が、勇者と見立てて、っていうようなプロモーションビデオになってますけれども、まず、そうですね、なんか、バッと見て気になったところが、まあ、ゴジラにイオが、ちょっと、あまり聞いてないから、まあ、メリュー抜刀山がとかね、今いろいろその辺あるんでしょうけど、まあ最低限僕大決戦は好きじゃないんだけども、まあ新しい体験っていう意味ではまあ良かったんじゃないかなと、思います。この思いっきりというかここまで踏み込んだっていうのはね。ただまあ正直な感想、遅すぎですね。こういったコラボレーションもう 2,3 年前からこういったコラボレーションはたくさんしておくべきだったと思います。なので、まあ、今ね例えば、ドラクエウォークが始まってそちらに、まあ、流れた人もいると思いますし、さらにタクトで流れてしまったその今のここで、まあ、こういった踏み込んだコラボレーションで一回踏み込めばあといろいろと、まあ、やろうと思えばやれる可能性もあるんですけど、やっぱそれがね 2,3 年前から、まあ、こういうゴジラのもう大決戦とかさ、もうあらゆるいろんなアニメーションとかのやっておけば、まあ、もう少しちょっと星ドラに対する印象とかイメージとか今後の期待っていうのは、違うものになったんじゃないかなと、ちょっとやっぱもったいないかなと、まあ、ただここだけなんていうのかな、危機的状況になったからこそ踏み込めた話かもしれないし、だからなぜここでねそのゴジラとのコラボレーションができたっていう、やっぱそういった裏話をね僕らユーザーは知りたいわけですよ。それは別に理由を聞いてうんぬんとかはなく、もうこれはもうすごくいい、コラボレーションだとはもう思います。まあゴジラ知らない人もいるかもしれないけど、まあね通常の大決戦とかさ、まあもう本当にもうイベントが使い回しっていうようなことも言われてきて、じゃあどうしようっていうところで、まあ、考えついた、まあ、コラボレーションだと思いますんで、まあ、今だからこそできたっていうね多分答えなんでしょうけど、やっぱねそのプロデューサーライブみたいなやつもその1年前の、まあ、新しい地図の3人から切り替わる瞬間のタイミングで不具合があって、そこでまあいろんなそのゲーム情報をこう提供できる場所を作っておけば、もう少しねこの運営側とユーザー側のいろいろなこうコミュニケーションというか意見のやり取りもそうですし、まあ、信頼性も高まったはずなんですよね。だから一個一個今からこう仕掛けていっているものっていうのはちょっと遅すぎですね。はい。だからまあモンスター闘技場のライブもまあ別の形でもっとやっておけば よかったと思うし、そうですね、こういうコラボレーションももちろんねもっと早くにやっておけばよかったんじゃないかなっていうのがちょっと正直な感想です。まあだからすごくネガティブの話とポジティブの話が混ざるんですけれども、僕としてははい、ゴジラとの大決戦はいいと思います。いいと思うんだけれども、もっと早くにいろいろやってて欲しかった、いろんな体験を星ドラで、そうですね、体験させて欲しかったかな。そしたら今、まあ、僕の周りでも引退かなりされてますよ。その引退した人たちももう少しやっぱ星のドラゴンクエストっていう世界で楽しめた可能性っていうのがある、そこが非常に残念ですね。はい。であともう一個ちょっと雑談を話すと、まあガチャですね、ゴジラガチャがどうなるかっていったところなんですけど、まあいろいろモスラとかさゴジラとかこれありますけど、どうなるのかな。だから普通にさ武器を考えるとゴジラなんか爪っぽいし、モスラはなんか扇っぽいしとか、そうなるとまあ僕はね槍が好きだから、またちょっと槍ないかなとかね思ってしまうんですけど、まあ、新しいコラボレーションこれいつとはまだ書いてないですね。で今動画撮ってるのは割とも早い段階で撮っちゃってるんですけれども、この後まあいろいろとお知らせ上がってくると思いますんで、またお知らせ上がりましたら情報をまとめてですね、
動画撮りたいと思います。取り急ぎね、コラボレーション決定です。ゴジラ大決戦、まあ僕前住んでた武蔵小杉は思いっきりやられてますからね、ゴジラにね。まあ、今ちょっと横須賀に引っ越しちゃいましたけれどもね。一番最初にやられたタワービルみたいなところがあって、あそこは NEC のビルなんですけど、僕そこで学生の頃バイトしてたんですよ。そこのビルが真っ先にやられるっていうね、ちょっとなんかミラクルも起きてましたし、あと多摩川の河川敷っていうか、あそこ、浅間神社ってあって、そこに自衛隊が固まってるんですけど、そこの神社僕一番好きな場所で、学生の頃一番いた場所なんですよ。なので僕の一番関わってるところが、なんとこうシン・ゴジラの映画で、まあ、出てたっていうようなね、まあ、こともあるんですけれどもね。だ僕はちょっとゴジラって割と、まあ、最近だとやっぱシン・ゴジラでなんか改めて、あ、なんかいろいろ考えさせられるものがあるなっていう記憶はあるんですけれども、まあ、そんな流れでまだ大決戦やれるからいいんですけど、ちょっとね世代から外れた人はん、ゴジラってなんだかよくわかんないなで、まあ、大決戦する可能性はありますけど、やっぱそのドラクエじゃないもうキャラクターとか技が来ただけで、え、何これってやっぱなると思うんです、いい意味でね。だからまあそういった意味ではすごく良かったかな。あと3000ジェム今、プレゼントってこの最後に残ってますし、それからまあイベントをやればなんかゴジラになりきりとかなんかね、キングなんだっけ、ヒドラじゃなくてちょっと名前が出てこないんですけど、まあ、モスラとかね、なんかそういうのももらえるそうなんで、まあ、ちょっとね、まあ、ゴジラ大決戦、まあ、大決戦ちょっと億劫ですけど、やっぱり倍速かけない人がいたりとか放置プレイっていうのが多くなるんで、その辺は心配ですけど、まあはい、一つはいい流れが作れていければいいんじゃないですかね。でこれをやるんだったら、今後はやっぱりいろんなそのコラボレーションのカラーも破っていいと思いますよ。もうドラゴンクエストの世界観を守るのはコンシューマーゲーム機のドラゴンクエストでいいんですよ。これソシャゲですから、ソシャゲの他のゲームってもうあらゆる全然関係ないコラボレーションっていっぱいしてるじゃん。それが醍醐味だから、もっとやるべきなんですよね。なのでこれをきっかけにですね、もっともっと面白いね体験が星ドラでできるんであれば、まあ、少し離れたけどちょっと面白そうだからやってみようかなって戻ってくる人もいるかもしれないので、ぜひね、これきっかけでいろいろ星ドラ盛り上げていったらいいんじゃないですかね。はい、ということでまたお知らせが上がり次第ね動画撮りたいと思います。またお会いしましょう。さよなら。